これはなかなか見とれてないで、ちゃんと攻撃をしなきゃ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ出発しましょうか。はい、このメンバーで。そうか、こっち側3人しかおらんのよね。じゃあ出発しまーす。どっちも宝箱やね。いいやんいいやんはい、それじゃあ行こう行こう。なんでそん、え、どっちなんかテンションの差が激しいんですけど。じーん、何かついてる。てん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 、ピックルって可愛いよね。え、そうかな可愛い動きがどうしたん、唐突にね何があった。かけっこ始め。なんかさ、この右側から左側に行くのってあんまりなくない。はい、開けます。やったね、ゲーム券。そう、ゲーム券もね、どんどん減っていきよるけん、ちょっと補充していきたいなっていうのめっちゃ思うよね。はい、開けます。まさかのモンスター、めっちゃ不気味なやつやんね、スケルトン。えい、いけいけ。ひまわりがつくしを持っとるっていう、なんかすごくすごくごちゃごちゃした感じのウケない、ウケない、かわいそう。なんかちょっと、お、ビーム。そう、これが結構強力でいいんだだいぶ強力でいいんだよ、ビーム。お、速攻でついたね。次あっち側も行きたいね。もう一個の宝箱があった方。はい、そうし、お、なんか話しよる。どうした、プレゼントを買ってきた。お、いいねいいね、買ってきた、あげるよポーズが。フィックラップにプレゼントをあげた。いいの、中身は。うよ、フィックルの写真、まさかのブロマイド、ありがとう。てんてんてん、プーはママ嬉しそう。嬉しいんや嬉しいんだね、なるほど。友達に写真渡されてもちょっと困るけどな。好き、自分が一緒に写っとる写真とかならね、まだわかるけど。はい、そして料理2個しかないんよね。はい、あー、プーさんがしかもフィッコーちゃんダメなんや。それならプーさんにあげればよかったのにはい、そしてゲームコーナーでルーレットを。お、ウェディングブーケをください。いいね、これ当たるんじゃないね、だいぶ、ちょっとダメかもしれん。あ、ダメだなこれまさかのダメだな。 HP バナナ1本。ウェディングブーケが良かったよ。ウェディングブーケってあれやろ、ピッコーちゃんやろ多分、花が花を持つ。お小遣いはどっちにしろあげれんかな、少ないしはい、それじゃあこの3人で次逆方向の宝箱の方行こう。はい、こっち早く合流したいね。行こう。多分こっちもさっきのとこと同じぐらいの速さで着くと思うんやけど。早速え、まさかの早速。見た目でモンスターって分かったらいいのにな。まあ、そしたら誰も開けんかこれで安心。お、早速やん、アホだな。今目の前で罠を仕掛けていたというのに見てないのかやめて、意地悪になった。え、めっちゃ弱いやん、物理攻撃お、いいぞいいぞいいぞ、こっちには当てないでね。あー、意地悪だわえ、可愛い意地悪やけどね、全然。逆に敵に対してなんかしたりせんのかな。ちょっと待って、ゆうかさん頑張れゆうか
ちょっと闇に落ちてしまったので体力もちょっと危ういかな。両端の2人さすがにね、さすがに全員ちょっと闇落ちされたら困る。え、先になったフィッコーちゃんよりもプーさんの方が後で回復しちゃったよ後で先に回復しちゃったよ。お、いい人に戻った。よかったよかったってことで早速ね張り切ってやったー。よかった、最後まで気持ちを強く持ったゆうかさん、偉かった偉かったよ。お、特上番手の涙やったね。色も綺麗な感じやんね、上品な感じ。はい、開けます。1800ゴールドをやったね。お金大事よ、特に今のこのねゴールドの少ない状況ではめちゃくちゃ大事。あ、もう着くよね。明日今までできそう、大丈夫、できたことないんやけど。宝箱がいっぱい、お宝部屋だ、やったー。早い者勝ちだよ。これもあれもそれも私の欲張りかほら独り占めしちゃダメ。いただき、勝手にもらっていいのかな。今確かにね、魔王とはいえ人んちってことやもんね、城そういうとこ冷静やね。ほい、それじゃあまだ、あ、そっか、食べ物一応3人分あるんか。あるわ、いけるわあ、なになになに、あ、フィッコちゃんと話したい。はい、暇だな。よし、イメチェンしよう。お、今回のイメチェンはどんな感じか、ちょっと待っててね。お待たせ。あ、かわいいえ、なんか結構普通にやってない？いい感じやん、髪色もめっちゃ明るくなったし。よきよき、ほい。そして、あ、違う違う、きっちり3つなんやね。え、あー、これ全員じゃないね。これがフィッコーちゃんに当たればいいってことか。あ、ダメだあ、ダメだ2人ほど死亡してしまった。しょうがない、好き嫌いなく食べなきゃで、好き嫌いありまくる私が言うけれど。はい、ゲームコーナーでルーレット。あ、マッチョのアーマー来たこれプーさんのやつやね。これは確実に当たるやつやろ。逆にあの範囲に行った方が、あ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 、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、ギリギリ、よしよし、あー、よかった、まさかのあの狭い範囲行くかと思った。景品、マッチョのアーマーゲット。はい、これをプーさんに。どれがいいかな。これぐらいかな、ちょっと銅っぽい感じはい、そしてお小遣いは、お、武器フィッシュダガー買ってきてね、ちゃんと。よし、オッケーオッケー、ただの生魚って感じやけどね生っていうか冷凍、カッチコチそうな感じがするそして多分服は買えないね、あとちょっとや、お金。さあ、それじゃあ武器も新調したことだし、お、戦車の服、アーマーを12種類集めよう、達成。プーさんは服が新しくなったし、ゆうかさんは武器が新しくなった。お、あとちょっとで、多分ここ終わって次で合流ぐらいかな。早いね、よきよき、ゆっくり行こうよ、早く合流してあげて。どっちのスイッチを入れる？右のスイッチを入れていきましょう。お、飴、ゆうかは MP 飴を1個ゲット。これさ、自分がやらんかった方が何やったんかもちょっと気になるよね。めっちゃなんか知りたいんやけど後から別にゲットできんでいいけん、知るだけ知りたい、もやもやする。お、仲間？仲間じゃない？あー、めぐちゃん、
ぐちゃんやめぐちゃん、うははは。お、来るぞ来るぞ肖像がもうなんかほぼ違和感ないんやけど、いけ、頑張るんだ、セーフ。衝撃に備える。ここ結構弱いんじゃない、イエーイ結構なダメージ与えるよりよね、普通に。人間解放、これは確実に当たった方のダメージもすごいと思うけど、無傷っていうね、素晴らしいわ堪忍袋爆発、怒るだけで。あ、この武器も結構弱いな。まだまだ弱いってことか。もっともっとパワーアップしたいです。目を見開いた時はちょっと不気味な感じがする。ほほう、これはなかなか見とれてないで、ちゃんと攻撃をしなきゃ。みんなしっかり、そう、そうやって離れたとこから攻撃するのがきっといいね。近づいたら、お、この絵はってなりそうなならないよ普通は。お、ちゃんとしっかりと。この中では一応ヒッポーちゃんが回復役ではあるのか。花でも自分おのおのでね、ちゃんとバナナも持ってるから、それもちゃんと使ってってね。いいぞいいぞ、気合い入れて。ピッコちゃんもちょっと回復した方がいいんじゃない。大丈夫、まだ結構体力あるな。あー危ない、ちょ、気をつけて。いい格好させないとかしてる場合じゃないからあ、でも一応これで2回連続使い、おい危ない、見つかった。初めてのムカムカ行動、怒るふうに我慢ならない。怒りが爆発しよるよ。でもその怒りを相手にぶつける。しょぼいしょぼいよ。もうちょっと、もうちょっと気合い入れてこう。キャーキャー、体力危なくない。ちょっとあの HP 振りかけとかさ、ちょっと使ってこう。ほらほらほら、ちょっと今ね、怒りであんまり気にならんなっとるかもしれんけど、ちょっと待って、MP じゃない、 HP。 これ何、これ MP か、ちょっと分かりにくいよ文字めっちゃ分かりづらいよ文字っていう文句。よし頑張ってこう。今多分ね、アドレナリンがめっちゃ湧いとるけん、しんどいとか疲れたとか何にもなんか感じになっとんやろうけど、めっちゃ体力少ないけんね危ない危ない。ほら、興奮してるときってちょっと痛みがわからんみたいなのあるやん。まあ私そういう状況になったことはないけどねそういう状況はないんだけどもね、なんかよく聞くやんそういうの。意外と相手体力あるな。おお、相手から盗んできた。いくよ自分も結構なんか弱いようで、こう攻撃の蓄積が結構効く。お、いいね、さっきまで怒っとったのに花が咲くよ。そうそうそう、ちゃんと回復をね。よし、オッケー。しかし2回攻撃してくるのがね。あー、ゆうかさんがー。でもこれ結構なダメージ与えれるんよね。でもあんだけのダメージ与えるってことは、こっちもね、しかも顔面からいくし痛い痛い、絶対顔ヒリヒリするやつ。ありがとう、よかった、無事解放されたな、めぐちゃん。はい、プーたちの勝利。汗かいちゃったよ。特上名画クッキーよき。さあ、これでめぐちゃんが仲間になるってことやね。おかえりなさい。はい、来たー。よかった、ちゃんと元に戻れてよかったよ姫。はっ、ここは、ここは魔王の城よ。
確か大魔王に連れてこられて、それから、うー、頭が混乱する。先に行って休んでるね。一応喋りはするけど記憶はないってことかな。顔が外れとる間、メグちゃん宿屋に向かった。メグ大丈夫かな。まあ、疲れてるからね、しょうがない。一足先に。そしてそこに私たちがまた合流。お、また写真撮ってたのか。シャッターチャンスは逃さない。私旅する写真家ペンペンです。撮ったばかりのこの写真お降りしましょうか。肖像画に見とれてるところ、お買い上げありがとうございます。絵画の鑑賞中をちょっと撮られてしまったわけだね。さあ、めぐちゃんは、はい、プーさんと一緒にスキルレベルアップ。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、これで一応両方とも4人4人になってね、めぐちゃんも助けられたし、次合流ぐらいかな。頑張ってこう。